こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。ずっと最近こうポップスの、譜面を上げてるんですが、ポップスの譜面が読むのが苦手です、書くのが苦手ですというのが、お問い合わせがありましたので、ドラム譜の書き方について、読み方、要は書けたら読むのが得意になるんですよ。結局書く人の気持ちが分かるので、あ、こうやって書いてるんだみたいなのが分かると思うので、今から何回かに分けてちょっとやっていきたいと思います。まずは普通に通常、このドラムの教本とかビデオとか見れば何でも書いてあると思いますが、この丸で囲んだり、こう三角四角で囲んだやつのこのクラッシュ、これをクラッシュ。クラッシュは、クラッシュシンバルっていうのはこれですね。で、あとサイドシンバル、こっちもクラッシュシンバル、これライドって言いますが、ライドに向いてるだけです。これクラッシュに向いてるだけです。クラッシュっていうのはこうシンバルを斜めに当てること、これ、要はこういうシンバルの音ですね。これのためです。だからクラッシュシンバルもこうやって叩けば、これライドです。ライドっていうのはリズムに乗る、ライダー、仮面ライダーとかのライダーなんで、ライドっていうリズム、これでリズムに乗る。ジャズだったらこうやって叩くし、こういうふうに使うためのライドっていうことですね。で、ライドシンバルをクラッシュすると、残響が大きいシンバルが長いんで、ちょっとクラッシュしたら使いにくい。でも全然使えますから、普通にね。で、こっちの音が細くなるのでライドで使いにくいというだけで、ジャズの場合は全然クラッシュシンバルも別にライドとして全然使えますから、このように考えていただいて、で、ライドシンバルと、これハイハットですね。ハイハットはこの表記で、ライドをこの表記にする人もいます。で、ライドとか、こう別のライドとかシンバルによってこう高さを分けて書く人もいますが、基本は僕はこのハイハットもライドも、これはドラマーの自由なんです。ハイハットのクローズにするか、少しオープンにするか、ライドにするかっていうのは自由なので、これはどの表記でもいいと思います。で、もともとスネアとバスドラっていうのが、このスネア、この2つで、要はね、このハイハットとこれだけで演奏してたので、こう人間の心理上、五線譜使ったら上から2段目をスネアに、こうバスドラにあったと思うんですね。で、後でこのタムって出てきたんで、バスドラの上に乗ってる上にあるのがっていうのを、僕はこの、ハイタム、ミディアムタムにしてて、で、このフロアって床にこれ置いてあるんで、この床に置いてあるやつは、なので、このタムが増えれば上にどんどん表タムでこの実音で表記していけばいいし、このフロアタムで3つまで全然書けますね。で、これ教本によって違います。ここがハイタムだったりするし、いろいろ違うんですけど、大概の教本はスネアより上に書いてあるものがこのラックタムで、こっちがフロアタムっていう風になってます。で、バスドラムはこれ、ここに全部書きましたが、これは足で踏むものは下で書くんですよ。下から書くね。で、これこう踏むってことね。で、ハイハットの丸、これで、こっちのハイハットのこのこういうことなんですね。で、プラスで閉じるということなんですが、開けるということですね。ただし、ハイハットっていうのは基本的に上下揃ってハイハットなので、こういう音ってあんま使わないんですね。だからハイハットは基本的にハ、こういう音ですね、オープンのやつは。だからっていう風に演奏する人ほとんどいないんで、じゃあハーフオープンってこう三角丸みたいなのが書いてあるやつがあるんですけど、半丸みたいな、半円みたいなのが書いてあるやつがあるんですけど、あれは要はこれがオープンとしたら、これが半円ぐらいかなみたいな感じですね。これはもう人によってもうさじ加減が全然違いますね。で、カウベルとかがあったりとかすると、カウベルの子っていうやつはもう三角でこう書いて、で、ここリムショット、これクローズドリムショットですね。こうやって書く人が多いですが、僕は、ローマ字の R を書いちゃったりしますが、これ自由です。ってことは、この左のこれクラーベがこう、ここ僕も使うんですけど、ここにあったりとかするとクラーベを踏むということですね。ハイハットオープンのこの、これはこういうふうに。で、表記はこれです。この表記を演奏していくのにこう書いていくじゃないですか。この時に大事なポイントはですね、手だけで4拍になるようにすることですね。っていう風に書くことで、足だけでちゃんと4拍になるようになるように書くということですね。で、こう
必ず手と足が4拍ずつになっているということが、これがポイントです。でこれ2拍目、これクラッシュが2回目ないという、でないのがこう続いて、でここ2拍、これスラッシュっていうんですが、これはまあ同じリズムを前半も書くのめんどくさいから書いて、でね、こういう風になってます。なのでちょうどタント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 ンとこう降りてくるという風になりますという表記の仕方ですね。これはまあ大概のやつに書いてあります。はい、でここに書いたやつですね、これ何個か分かりますか。これ24、これって8、11個なんですね。でこういうのって全然見えないんですが、これ5なんですが、こういうのって3個とか分かるじゃないですか。ところがこうなんていうのかな、こういう例えばこれもそうですね、こう8つつなげちゃうと、これここで切るとここがあスネアギ1個ずれてるなっていうのが分かるんですけど、これ全部つなげちゃうと逆に分かんないでしょ。で人間って4ぐらいまでがパッて見て何個か分かる、まあすごい人で6つぐらい。だから人間は大体その分けてないとうまくいかない。だから電話番号とかもあそこにハイフン入れるのは必ずその3つとか4つに分かれるようにするためにしてあるんですね。ってことはこう 4ずつだとすぐ覚えれるんですけど、8つになると覚えれなくなっちゃう、ね、ってことはここもつなげちゃうとよく分からなくなるので、そうすると1拍ずつに分けて表記しましょうねっていう、これよくあるっていうのも、これで書く人もいますけど、こっちの方が綺麗ですよねっていうことですね。あとは縦の線で揃ってるということ、これこのまあ数は全然合ってるよ、上も4拍だし下も4拍だけど、これちょうどもうバスドラの位置が本当はここの下になきゃいけないので、これずれちゃうでしょ。でこれはあんま良くないですね。例えばあとこれ本当はタンタタタタンタっていうの、これ表記は合ってるけど、これだとというよりかはタタタンに見えちゃうし、これタタンタもまあこれは見えるけど、タタンタっていうのはこの真ん中が長いのね。だからこれがもっと前にいた方がいい。これもタタタンっていうのもタンタタに逆に見えちゃうじゃないですか。だからこれひっくり返してわざと書いてあるんですけど、タタタタとかもできるだけこう1234拍をこう綺麗に分けて、そこの音が伸びてる部分をこういうふうにちゃんと書いてあげた方が見やすいですね。で手と足と混ぜるこうフレーズっていうのがあって、これよく出てくる、イントロなんかでよく出てくるっていうフレーズですね。これは手を前に、ここ9分に、手は9分にして、この間足は9分をつけてこういうふうに勘定して書きます。ここまでが、一応起伏法の基準になりますので、この辺なんかこうこの辺がうまくできてない人とか、あと手と足がこうまあ大体上と下揃ってこの休符が抜けてても見えるんだけど、まあ一応こう譜面上では4拍ずつ揃えましょうね。でもまあ分かれば別に全然構わないということですね。以上、まず起伏法の1でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。